アサリは安いよ、バナナが安いよ、1本1円。あ、じゃあ全部くださいな。これ全部買う？1,2,3,4,5,6,7 7億円です。え、1円じゃないの？あ、1円だったね、今。あ、やめます。はい、あげましたので。はい、で、何で、はい、何でそんなバナナ。1,2,3,4,5 5バナナですけど。5バナナです。5バナナ、5メガネだけですね。いずれやります。はい、はい、ということで、まあ5バナナじゃ4バナナ使うんだけど、はい、はい、よ、3バ、いや3バナナにしよう。3バナナ使います。で、お互い3バナナしか使っちゃダメ。あと使えるものはアルミホイルと、あちらにある電子レンジと、あのこのスプーンとかしか使っちゃダメで、バナナのみ料理を作りましょう。バナナを溶かして電子レンジ温めてバナナソースにしたり、切ってこう刺身みたいにしたり、いろんなことをしましょう。あとあのこれで煮るのも OK。 とりあえずバナナしか使っちゃダメ。バナナだけ料理を作れ。美味しい方が勝ち。美味しさ、あれ、頭の柔軟さ、見た目の良さ、この3つで問われます。各10点の30点満点。さあ始めよう。スタート。さあ、何でしょう。今何するか聞いてないよね、まだ。ちゃうま。何するか聞いてないよね、まだ。今からね、このね、バナナ6つの中からね、ドラフト会議をします。あー、なるほど。最初はグー、じゃんけんぽい。負けた。お前から先取っていいよ。これがふにゃふにゃ。ふにゃふにゃバナナの方が溶けやすいから、まあいいんだけど。どれどれ。じゃあ、俺は剛腕投手。おう。じゃあ俺、速球の選手を。大型欲しいもらう。顔、喉、鼻。お互い選手が決まりました。これで挑戦していこうと思います。勝負じゃん。じゃあ、まあ、バナナがありますね。はい、バナナを2等分切ります。はい、で紙コップに入れます。できたものがこちらになります。3分切る。うん、はい、これをね、このスプーンでね、潰していきましょう。潰すんだ。うん、で、まあこれをある程度潰したら電子レンジに入れてバナナソースを作ります。美味しそうだ。はい、じゃあ時間が取ります。匂いがすごい。すごいよね。すげえ、俺テクニックあるわ。バナナソースはできました。匂いがこの辺にバナナ充満して超バナナなんて匂い。ちょっとアルミホイルで皿作りたい。皿？皿？置けるところ。シャンシャンうるさい。ここね。で、まあある程度こう折っていくと。できた。ちょっとにこやかに笑っちゃった。あ、どうとよかった。バナナ引きちぎると。ちょっとマイナスポイントだぞこれ。おっとおっとおっと、これは分からないぞ。腐れかけのバナナ。どうした。ん、ズームしたっけ。なんだ、ズームしたっけ。包丁。すげえ、すげえ切れるこの包丁。そこあくびすんな。今日はあんま寝てないですよ。寝てないのか、はい、それはお前の仕業だ。あ、まあごもっともで、ごもっともな意見ですけど。はい、インテリア、インテリアっぽく。
これをねバナナシャブにしようと思って、バナシャブ、バナシャブ、じゃあバナシャブになります、これが。はい、はい、じゃあ時間が飛びます。はい、今ね、インテリアができたよ、ほらバナナの皮で。で、これをここに設置する。シャブバナー。お、ちょっと待って、これ移動するわ今。お、意外と料理できてる。まずこれ普通の生バナナ。ああ、バナナの皮でインテリアを作ります。普通のバナナを置きます。シャブバナ、バナナのしゃぶしゃぶしたもの、茹でたものを置きます。で、バナナソースです。あったかいバナナソースをつけてお食べください。定価、定価50円、安ぐらいじゃね。まあ、うん、はい、以上、星野が食べます。それがバナナソース、んこれ、うん、これバナナソース、あのそう、お茶だよねそれ。はい、じゃあいただいてね、つけ食べるんですよ。もうさ、もう刺しちゃう。そのさ、スプーンさ、星野使うよね、でも切るのに。ああ、そっか、うん、大丈夫、そしたらこっち使うか。うん、いただきます。めっちゃ多分味とバナナめっちゃバナナだろ。どうすか、美味しいですか。うまいの、本当に。バナナっす、バナナ。それ、ん、うん、うん、こっち、うん、砕けた。バナナの、バナナ、これ酢バナナ、酢バナナ。美味しいですか。バナナっす、バナナですか。じゃあ、あの、もしも最後にこの煮バナナ煮バナナ、生バナナ、バナナ、え、これな、あ、そう、生っていうか、そう、焼きバナ、焼きバナ、焼きバナソース。はい、焼きバナソース、その煮バナナもじゃあバナナディップで食べるんで、それん、バナナディップで食べるんで、どうすか。言いたいことわかる、バナナです。結論、バナナです。ちょっとおしゃれだと思ったんだけどな、あの、うん、見た目と、うん、味が、うん、一緒